こんにちは。今日はですね、見てくださってる視聴者の方からある野菜をいただきました。でかっ。10キロキャベジ。これをカピバラにあげていきます。じゃあいきます。どう？いい音。音すげえ。案外普通の餌にみんな。よかったね。よく選んで。まだかった？あおばちゃん来た。あおばちゃん来た。いや。さすが。でかいでかい。いや、いいじゃん。じゃあ、よちゃん。はい。簡単にはなくならないよね。もうあ、アバちゃん来た。いや、アバちゃんが追い出しにかかってる。あ、そっち側が食べたい。いやいや、いいじゃん、いいじゃん。アホちゃんの視界を遮って、あ、でも取りすぎてった。ニラ、この2人問題だな。一緒に食うな。ぜひあのキャベツのスポンサーキャベツのスポンサー、広告にどうぞ。広告に。誰もおらん。来た。青葉のいない隙に凌介来た。あ、ドーナツも来たぞ。うわ、大変だこれ。あ、でもなんかハマった。なんか知らんけどハマったぞ。なんて結構あるね、まだね。あ、待って、俺の。足踏んでる。はい、美味しいね。うん、美味しそう。手が怖い。食われない。指が怖い。怖い。あ、怖い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 。はい、コナくんにあげます。いやいや、追わなくて、追わなくて。はい、コナくん。でっかいキャベツのだったやつ。シーンみたいな。一番美味しいところだぞ。あれ？疑ってる。これは本当にキャベツか。キャベツだ。なんか葉に挟まってる。葉っぱが。キャベツだ。おお。
あ、もういいの？いや、私は適量で大丈夫です。そう。撫でてんだよ。イケメンだな、もう。な結論、カピバラはキャベツの CM にめちゃくちゃ合う。バイバイよ。ね、はい、こんな可愛いね。餌なんかどうでもいい、撫でてほしい。